お医者さんになるために必要なことは絶対にやりきるという気持ちです。何でもいいんですけども、自分が好きなこと、嫌いなこと、苦手なことだったり、やりたいこと、何でもいいんです。本当何でもいいんですけども、その中で一つだけこれやりきったぞって思うことがあれば、それをまた勉強することもできます。その力を糧に勉強することもできますし、効率よく勉強することでたくさん時間を費やさなくても勉強できますし、とてもやりきるっていう気持ちがとても大切かなと思います。また奉仕の心もとても大切だと思います。自分だけじゃなくて周りの人を助けるという、その奉仕の心がとても大切だと思います。